スタイル取って、スタイル作って部屋と洋服作っていただいたんですけど、まあ、最初の1パターン目と2パターン目のそれぞれのまずヘアスタイルに対して の大きなポイントがあれば、関田さんの方からしていくつか解説していただけたらなと。はい、1つ目のスタイルは、はい、夏をイメージして割と軽やかな感じでいきたいなっていうとまずはイメージしました、まあ、その時にあんまり作り込みすぎず、かつショートの中でも軽さを見せたいなっていうのがあったので、抜け感を出すような前髪だったりとか、顔の輪郭に合った頭のシルエットなんかを意識して作りました。そこに対して佐藤さんはどんな撮影時の工夫をされてますか？はい、今日は、どういう背景で撮ろうとか、どういうライティングで撮ろうかっていうことを当日まで決めてなかったんですね。それで、朝関田さんが来て、で、このモデルさんで、こういう衣装を着せてこういうスタイルを作ろうっていう話を、聞いたので、それに合わせて、背景とライティングを選んだんですけども、ちょっと薄めの生地の柄の入った衣装でこういうナチュラルなスタイルでいく、爽やかな感じで、作品を作るっていうことだったんで、それに合わせてちょっとすっきりした爽やかな清潔感のある、ライティングにしてみようかなっていうところで、ストロボの方を組んでみました。でそれに合わせて背景の方もあまりごちゃごちゃしてない方がクリアな感じがして、そのモデルさんの透明感と相まって、綺麗に撮れるんじゃないかなと思って、今日は、白い壁の背景を選んで、ライティングもこういうちょっと夏っぽい、夏っぽい感じにはするんですけど、あんまり影が強すぎると女性の写真なのでちょっと重たく硬くなりすぎちゃうんで、その爽やかな夏っぽさを感じながらあんまり影は強くならないように全体的に回ってる感じで撮れるようなセッティングにして撮ってみました。具体的に爽やかさみたいなものを出すライティングっていうのは、はい、どういった部分に工夫があるんですか？直射日光をちょっとイメージしたんですね、はい、で夏の直射日光の日をちょっと思い浮かべてみると分かるんですけど、片方光が当たってるところ、日向のところは明るくて、光が当たってない影のところは暗くなってるっていうところの境目がくっきり形に見えるのが直射日光っぽい連想をすると思うんですけど、そうなるようにストロボの当て方もよく傘とかソフトボックスとか使うこともあるんですけど、そういうのを使っちゃうとその影の輪郭の部分がなくなってしまうんで、今回はその影の輪郭の部分を残すようにストロボの電球の玉を裸にして、で、傘とか何も挟まないで直接人物に当たるようにっていう風なセッティングをしています。今回ライティングで、はい、撮影しましたけど、これから自然光、光光で、はい、で自然光でやるとしたら、同じような形でなんかその工夫する点みたいなのっていうのがあるんですか？今回その白壁を使っての、何でしょう、夏のイメージっていう部分では、夏のイメージを自然光で白壁でってなると、そのそういうシチュエーションの場所をまず探さないといけないですよね。で外で白壁の場所を探しておいて、でそこに光が、太陽の光がどういうふうに当たるのかっていうコンディションのいいロケ地を探しておかないといけなくなってくると思うんですよ。でまずそこが、その撮影したい現場にすぐ
近くであるかどうかっていうのがまず一つ難しいところかなっていうところと、あとは本当の直射日光だと本当に影のところが真っ黒く映ることがあるんで、そこの部分が本物の直射日光だとコントラストが強くなりすぎちゃって、女性のこういうちょっと爽やかな感じを出すにはちょっと硬すぎることになるかなっていうのがちょっと心配ですね。インパクトはやっぱりストロークを光を作って、うん、はい、出すっていうのが一番簡単かもしれないですね。